やって何喋ってもいい。カメラ回すとさ、うん、途端に何喋っていいかわからなくなるっていう、あるあるあるよ。かしこまる、かしこまる。なんか喋ってるとあれですよね、でも健太郎さんが、うん、この話じゃないんだよなみたいな空気を出す時があるじゃないですか。申し訳ない。もしその話カットするでみたいな感じの顔をしてもらう。それはそうでしょ、だって視聴者に伝わる話されてもうちょっとこうみんながわかる話。でもトラボックスの話があるじゃない。トラボックスが何かよくわからんだよな。トラボックスの説明を又吉君にしてもらったら。トラボックス僕もよくわかんないですけど。わからんて。なんでトラボックス、まあ、ローカルと一緒みたいなもんですよね。ローカルネットみたいな感じ。トラックのマッチングサイト。あ、そうトラックのマッチングサイト、うん、それの集まりに行くの今から。あ、そう、土曜日に大型トラック買ってよ。え、買って大型トラックなんかすごいコメントで来るよ。大型トラック買わないんですかとか、大型トラック買ったら就職したいとか。結構乗ってますよね。そうすごいですよね。まあまあまあ見とるけどさ、それ、うん、本当に来るの買ったはいいが来ないみたいな。じゃあ一旦入ってもらってそこから考えますね。詐欺みたいな意味ですよね。でもまあ詐欺やな。まあでも大型ってどうなの。またよろしく。どうなんですかね。僕はあんまり大型やってないんで分かんないんですけど、でもね、社長的には車両代も高いじゃないですか。車両代高くて、いろいろ経費が全部倍ぐらいかかってくるのに、運賃じゃ倍もらえるのかっていうところ。まあ倍はもらえんけどね。それなりに合うのかっていうところですよね。仕事量は多分ドライバーの給料が上がるのはいいと思うんだけど、だけどそれに見合う運賃をなかなかつけれんっていうのは、うん、また乗ってみたいよね。乗ってみたいよ。あ、でも川北さんとかで乗ってませんでした。運転はしてない。運転はだって免許持ってないもん。あ、そうですよね、うん。なんかでかいトラック乗っとるとさ、うん、まあ気分はいいよ。そのハイエースから2トンになって、うん、3トン乗って4トンになったけどさ、うん、やっぱりなんか気分がいい、でかいと、うん、でも大型、うるせえなこれやろ。飛んでるよ大型乗ると優越感だ。そういう言い方したくないよな、優越感とか、うん、まあでも分かるよな。さっきなんかいい車乗るとモテるみたいな話しとったよ。ケンタロウ君の車買おうと思ってね。そうですね、買わんけどさ。買おうよ。その俺分からんのよ。そういい車乗ればなんかモテるっていうのさ、まあ分からんではないけどさ。筋肉つけたらモテるは何なんですか。まあそうやね、一緒やな。自尊心が高まるんじゃない。自尊心の話ね。そうそう、うん、あの男性ホルモンが出るってことでしょ、うん、そういう分かるプリウス。そうそう、まあ別に何も感じんよ。ケンタロウ君あの精霊界天井が頭にくっつくらしい。それ言いたかったんよ。抜け毛が天井にくっついてる。あ、上ですか。そう、それからテストステロン出んよな。あ、面白い。グランドチェロキーに乗ったらいいじゃないですか。そういうこと。なんかもっとなんか賢いモテ方ないの。そんななんか単純な賢いモテ方もう今更じゃないですか。それはもうそういうことなの。結局そうなの。いい車乗るとかそういうことなの。答えはいや、もうそれをごまかしていくしかないよ。なんか人間性高めるとかもうそういうのはいいや。人間性高めてと、まあまあ大事だけど。今何言おうとした。人間性高めてどうするみたいな。今日の会議の議題、人間性とかって。それが大事みたいな話だったの。トップがそれどうでもいいみたいな。高めてどうするの。いや、側大事だよね。側大事ですね。側大事。みんなに健太郎君何乗ったらいいか募集したらいい。じゃあもうちょっとね、いいコメントで。別にその車買うことが正解って決まったわけじゃないね。モテに対して。大人のモテに対してアプローチどういうのがいいんですか。車も買えばいいじゃん。車を買わせようとするな。車別にいらんのよ今。最近のなんか新モテ論ないの。古瀬流新モテ論、うん、こうしたらモテるぞっていう。日サロ行って黒くなればモテるか。数年前の理論ですよねそれ。ずっとそれ言っとるな、うん、こんな年になってさモテるとかそういう話しとると思わなかったわ。まま変わらんのやろな。変わらんのやろな。落ち着いてると思ってましたね。男って変わらんのやろな。
だってそのなんか運送会社の集まりでさ、もう60代70代近い人とかもさ、そんな話しかしてないもんな、うん、結局そうそうそう、うん、結局そんな話、そういう生き物なんやね、うん、とりあえず買ってみてから決めたらいいじゃん。買わんかわんて、だってもう、15年経つでしょ、プリウス。別に、ね、同じものをずっと乗り続けるっていう美学もあるやん。一回体験してみたらいいやん。なんか今年だってさ、はい、あることがきっかけで世界が広がった。そう、どうりいい話ばっかやん。何があったのか、何があったんやろうな。サプリなら広げてくれ。やめろ。じゃあちょっとお手本を見せてよ。見せてよ。ても見せる先輩。人生の先輩、大型買っちゃうみたいなさ、まあ、プライベートのことでもいいや、なんかちょっとチャレンジして、家買ったもん、家買った、ケンタロウ君も家買おうよ、また高い、さあ話題変えましょう、おにぎりの好きな具で、ケンタロウ君の似合う車を募集しよう、いら、俺軽乗車好きやねんな、ジムニーにしようかな。いいよね、ジムニーこそ届かないんじゃないですか、納車されないですよ、うん、じゃあまあ今買うべきじゃないっていうことや、やっぱりそういうことや、まあ、でもずっと続くかもしれない、そうだね、だから俺ずっとプリウス乗るもんだから、本当に俺一人の女性を愛し続けるタイプやんですよ、車に対してもそうねって、一人乗らんのにそういえばそうだった誰もいなかった